Hello, Ortskat here. We're playing Lost Judgment. We're at chapter 10. It's called Catch a Tiger, so let's continue with the game. And we're gonna do some side cases if they pop up.今から13年前、楠本光が校舎を飛び降りたのを機に桑名の人生は決定づけられた。彼はいじめの加害生徒らにとって永遠の足かせとなるべく各地で人を殺している。だが沢陽子の死は桑名にとっても事態が予測不能となったことを示していた。Okay, let's continue with the story. Let's see if we can save Kuwana. Kana Sensei. うん、顔と身元は抑えさせてもらったよ。なんだと。今まで好き勝手やってくれた分、つけにしといたか。お迎えが来たよ。またさっきのゲーセンに。恨むんなら一人だけ。東、もう沙織さんたちは一通り説明もしといたな。なんか言ってた。しろ。桑名の正体やら目的やら教える。ああ、東さんが調べたわけじゃないのに自分の手柄みたいに言ったわけねえ、八神さん。別にいいって。だからまずは沙織さんからの依頼を片付ける。江原間宮さんにご協力。事件の事情聴取ってわ。じゃあ城崎先生たち来るまでまだん、みんな揃ったら電話する。ああ、俺もそれ。そういや東かむ。ああ、それなら昨日あたりから妙頭の相馬と阿久津が偉人町の怪盗の兄貴がやられた分は返しって。極道として言ってんじゃねえ。その考え方が。じゃあ人として。ん、いや、も全然違う方向に行ってる。とにかく俺は極道やめても人間やめたわけじゃ。はいはい。 OK、 let's get some time so we doLook for side cases, make sure to get some food or eat all the different restaurants. One of them is this one. Then we go there and there. Which shop is that? Did we visit one? Okay, the visit we did. Then up there, there, up there, then we go there. Then we go back here.This area, that area, that area. Okay, we'll go. Yep. Okay. Oh no, we're not gonna fight him. He's so annoying. But you do get money from it. Okay. Sick!いい加減にしろ。ドアケーブライフ。
しい。ああ、白滝先生たちがシャルルに。分かった、よろしい。 OK。 いらっしゃいませ。ありがとうございます。だが、時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。Ah!
しばらく寝とけっての。メイス、オッケー。いらっしゃいませ。ありがとう。ああ、いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ、なんでしょう。コンクリート、マスワロ。で、チェアフタトゥー。で、チーチュー、マスワロ。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。名前か。Mistake.
This is shirt. EX4. That's defense, guards, and boost. Duration, charge rate, this charge rate, boost rate, 10%, that is 20/20/5. Defense, let's see. Okay. Defense, X-ray. Huh, there are head defense. Battery close, but no. Good word. You get this one free game. 20,000 points. You 35. No. You buy this one. 50,000. 35,000 points. 50,000 yen. 100,000 points. Pence. 10, 10, 5. Epic time during chases. Okay. Drop rate, defense. Multi levels. Attack 5%. Is 10% defense. Okay. This one. We can go to this, or just go this way. It doesn't really matter. Bye bye. ったく時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。いただきます。みなぎ、ごちそうさま。ありがとうございました。
muscles. I take the spot of the side case as well. Holy shit. いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとう。Check that out. These two are the last ones. Because the other one. いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございしばらく寝とけっての。Okay. いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。いらっしゃいませ。And then you will also have side cases over friendships with the employees here. いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。
forces again. いい加減にしろ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。したぞ。いらっしゃいませ。ありがとうご。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。店長そんなに怒ってんの？いただきます。ごちそうさま。ありがとう。
ました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ごちそうさま。ありがとうございました。
グ、時間食っちゃったよ。 OK, let's go back to the bar. いらっしゃいませ。いただきます。 ごちそうさま。ありがとう。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。ごちそうさま。ありがとうございました。何見てんだ。ったくもう寝ば飲むほど強くなる。時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。ごちそうさま。ありがとうございます。Whoa!
いい加減にしろよ。おかえり。いらっしゃいませ。いただき、ごちそうさま。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いただき、ごちそうさま。ありがとうございます。時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。いただき、ごちそうさま。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ごちそうさま。ありがとうございます。
っとっとっと、くたばれ。よいしょっと、くわ。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。いただく。ごちそうさま。ありがとうございました。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとう。いらっしゃいませ。いただ、ごちそうさま。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。Oh my God.
ありがとうございました。いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。いただき、ごちそうさま。ありがとうございました。ま
だいのか。飲むほど強くなるのじゃねえ。うわよいしょ。もう許せない。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとう。この絵は何見てんだ。ったくもう飲めば飲むほど強くなるよ。いらっしゃいませ。チェック。いただき、ごちそうさま。ありがとう。いい加減にしろや。何見てんだ。なぜ俺。いや。
ったく時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。いた、ごちそうさま。ありがとうございました。いらっしゃいませ。This can take a long time. It's like 1, 2, 3, 4. Oh my god. いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。いい加減にしろや。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。
強くなるんじゃねえ。おっよいしょ。もう許す。しばらく寝とけって。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。いい加減にしろ。いらっしゃいませ。
いただき、ごちそうさま。Okay. ありがとうございます。それも、two more visits, and we should be, should have finished all. ありがとうございました。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。何でこうなるかな。飲めば飲むほど強くなる。
ったく、時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。いい加減にしろよ。誰だ？もう！おい、こら！止まれ！覚えてろよ。いらっしゃいませ。いただごちそうさま。ありがとう。This is a mini game. The school, but the school is only open when it's light. The rest is mini games.
30,000 うちの沙織君がコケにされたんだ。どんな相手が。何なの、こんなに大勢。お待ちしてました、八神さん。これから、それと本当に彼女は桑名が RK にでも、そのそいつを探りには、ええってことで、まずはレさっさと終わらせて。あのさ、ふてくされんのはいいけど、ちゃんと聞くことに答えてよ。江原の痴漢事件は三越場殺しのアリバイを偽装するためのもんだった。で、桑名はあんたに痴漢被害者を演じさせ、警察から法廷までまんまと出し抜いた。もし間違いがあったら言ってもらえますか。はいはい。電車であなたに痴漢したのは江原さん本人では、他にも痴漢をでっち上げるために。そうよ。その時桑名はどうしてたんだ。さっきそこのうちの先生が、まさに桑名が、この江原が、そう、実先生と江原さんは体格がほとんど一緒だったし。でも口元の感じとかは全然違うよ。あの口元は作り物。江原さんの顔をスキャンして 3D プリンターで作ったんだって。 3D プリン、PC 上、例えば人の顔も PC が形。私もよくは知らないけど、こんなのですよね。ほら、 3D プリンターさえあれば簡単に。なるほど。目はサングラスで隠してるし、顎のつなぎは、ま、いやすごいですよこれ。むしろ口元がはっきり見えてるもんだから、そりゃたかが痴漢と思ってたら。感心してる場合じゃありません。騙され、あ、桑名が江原の替え玉だったとして。そうですね。あんたはこれを見て。やめてよ。なんで目そらす。そうだけど、この動画は先生、最初から江原さんに有罪判決。それも含めて。そう、先生はいじめ加害者に甘すぎる方が許せない。息子さんの自殺が原因不明だから、あの人たちは法廷で証明された痴漢行為を殺人のアリバイにする。それでこれ見よがしに罪を逃れてみせたら。桑名と江原の本当の狙いは。すると彼らの狙いはうまくいってるようですね。やっぱり江原は自分の罪を逃れることは二の次で、ほう、息子に死なれたのに誰もその責任を取らず、裁判所も臭いもさすがに、ね、いいコンビだよね、先生と江原さんは。もう失うものがないか。今もそう。これはどう見たらいいのかな。この映像で取り押さえられたのは江原さん本人。替え玉をしてた先生はこの場面より前に人混みの中で江原さんとすり替わったの。
そうだよな。こんなにバッチリ取り押さえられた後じゃもうすり替われない。グラさんも取られちゃってるし。ちなみに江原さんを転ばせたのも私たちの仲間、このスマホ動画を撮った人もね。もし誰も捕まえようとしなかったら、このでも重要なのは江原さんが現行犯として大勢の、そうか、出ないとせっかくの殺し、ええ、これなんて、これのどこにまだホーム、つまり、はい、その証、なるほど、この証、これ警察は、で、そのび、痴漢を替え玉にさせてたなら江原さんはまみなのに、江原さんの手にはここにも何か、そんなの簡単、私で、そこで手にしてた自分の下着、微物検査の繊維はその時のもの、あとはその下着を、要するに江原さんの手についてた微物は、法廷じゃみんなそれを、ありだいぶ口が滑らかになってくいいかな、何なんの事件前、10月7日八神さんの御子柴の死亡推定時刻、もし江原が偉人町で御子柴、はっきり言ってる、なんだん、そのカードはあらかじめ先生が江原さんに借り、そして痴漢騒ぎを起こした後、江原さん、これでどう、江原さんの手には改札の入場時刻までアリバイの小道具に、言われてみれば単純なトリックですね。ただ、ああ、しかも裁判の時はまだ御子柴が殺され、まだ他、八神さん、ああ、もう十分だと、少なくとも検察の並べてる、先日の法廷は意図的に誤審を誘導され、控訴って言うと、ええ、そこで江原や桑名の指摘、いや、そいつは難しい、どうしたんです、いや、そもそもこの間の裁判、依頼人にその気がなきゃ控訴なんて無理だ、弁護人だけがいくら控訴申したったって、そこは明日にでも江原と話したいです、そうですね、わかった、じゃあ、ああ、よう八神、さっきの間宮優衣、それはだって何件も桑名ってやつの、仕方ない、実は彼女の言ってた殺しってさ、俺ら御子柴以外の死体は見つかってないし、彼女だったらとりあえず家に帰すしかないだろう、そうか、じゃあそれはいいとして、なんだよ冷たいな、用が済んだなら帰れ、お友達じゃねえんだから、ああ、その代わり手が足りねえならいつでもいい、お前が頭下げて協力してくれお、ごちそうさん、いや、お前、
私に控訴を進めに来たと、そう伺いましたが、何か新しい証拠でもあったんですかね。間宮由衣から話を聞きました。あえて痴漢の目的は息子さんの復讐と。おっしゃってる意味が分かりません。江原さん、多分あなたが思って、どう把握されてるんですか。先ほど矢上さんが言いました。私は弁護人として控訴を申し立て。いえ結構ですよ。私は痴漢があった10月7日。いえそんなわけはありま、息子さんを自殺に追いやった男を自宅にいたんじゃ、その機会を逃してしまう。だからやっぱり、そして三越芝が家を出てくるのを待ってたんです。桑名の元教え子たちと一緒に車に引きずり込んだ獲物は偉人町のハイビルへ連れて行ったんですよね。後三越芝は指の彼が敏郎君を死に追いやったことを考えれば理解はできる行動です。きっと一切手を抜かずに三越たっぷりの苦痛と恐怖、そこにあんたがいなかったなんてありえない。それで続きが聞きたいか。いや、あんたら三越芝を痛めつけたあんたが次にしたのはあんたは三越芝の体に自分の痕跡が、死亡推定時刻は血まみれのコートを脱ぎ捨てて、あんたは急いで移動を始めた。行く先は間宮由衣の待つ池袋駅。どうかな。私は7時半過ぎにはもう池袋にいた。偉人町で三越芝を殺すのは時間的に不可能だよ。池袋で防犯カメラに映っていたのはあんたそっくりの替え玉だ。その正体は偉人町の便利屋で桑名仁。もしかしたらあんたには別の名前を言ってたかな。元高校教、あいつはどっちの誰のことを言って。桑名が駅の防犯カメ、そこでそのそしてあんたは一足先に電車で新宿駅、その後間宮由衣と桑名が痴漢騒ぎを演じ、電車から飛び出した桑名を間宮由衣が走って追いかける。そしてあんたは何台も防犯、自分と同じ姿をしている桑名を待ち構えていた。改札を通した IC カードはここで桑名からあんたに渡される。午前し、そうやって同じ姿をした二人は瞬時に、だからきっと間宮由衣が周りに助けを求めたの。その先はテレビで何度も、現役警察官が痴漢で逮捕、結果誰もが卑劣な、もっと自信を持ってください。検事や裁判官、あなたのような先生方が疑うよ。法廷の下した決、あんたの言いたいことはわかる。息子がされてきたこと、学校もそこの教師も法廷もみんなあいつが死んだ理由に取り合わなかった。そこへ桑名が来た。でもそう吹き込まれただけで、彼は生きてるうちに指を全部折られていた。どうなんですか。沢先生からいじめの事実を知る、あんたはそういうの当たらずともと、彼女は私と学校の裁判が終わった後、いじめがあったことを、それが録音されてるとも知らずに、何、桑名さんがその音声を私に聞かせてくれた。沢先生が敏郎の担、それは裁判中、私が沢先生の言葉でやっと私は、他にいじめの証拠になるものはなかった。何もなかった。どういうこと。あいつは中学の時にもいじめに遭っていたんだ。そしてそれを聞いた私は、そうするべきじゃ、あいつが自分の受けた屈辱、恥ずかしいと思ったはずだ。よく打ち明けたと褒める。なのに私は突き放してしまったんだ。どんなに辛くてもだよ。わざわざ横浜の私立に入ったのも私と比べ、だからあんたはさあ、桑名は沢先生との電話を、なあ彼
警察官の制服を着ていたこの別れはこれまで他にも見越し、そしていじめで子供を亡くした遺族にいじめっ子で済まされてしまった罪人に正しく制服、そのさじ加減を誰かが勝って、法が万人に公平でなければ腕力や財力そういう力なら罪を逃れて笑う、法で裁けないものを見過ごす、人を罰するには、桑名さんに復讐を勧められた人の中にはやはり許されないことだと、ただそんな場合でも桑名さんの情報、それがどういうことかわかるか、復讐、桑名さんの勧め自体はみんななのに、法ってやつは違わないよ。それじゃあ敏郎は殺されたも同然だった。教師になろうと教育、あんな人間が法律が公平になるのを待ってたら、敏郎のために三越場がのうのうと生きてるなら、私が手を汚す以外にどんな方法があった。矢上さん、初めて三越、無能な警察に引き換えよく調べたよ。それがこんなに早く、運が良かったんだ。間宮結衣には桑名に握られてた弱みがあった。あれが見つかってなきゃ、か何の話だ。いや江原さん、このままだともちろんだ、有罪が確定して私は痴漢、自分たちからそれが、もしその後私が三越葉を殺、あなたは出所後にもちろんあれは本物だよ。なのにきっと私が自白したところで、まさかそんな、いやあり得る話かもな。そうやって法をコケにしたいだけなの。あんたはだいぶ分かって、検察が三越葉殺しで私を調べる、しかしそれは法廷が、だからそんな状況に、あんたの気持ちも分からなくはない、うん、そうけど今回の件で虎の神室町の半グレたちを誰かが裏から動かしてる。そいつがあんたと組んでる桑名、沢先生が拘置所でも新聞くらい、沢先生は半グレに自宅へ押し込まれて殺された。彼女が殺されたのは知ってる。神室町の半グレって、ああ、ただや分かるわ。もしかしたらあんたらの人を殺して罪を、そいつを取り繕った嘘がいつかどこかに、そして桑名はあんたも言ってたようにそのことが起こっ、そしてもしその代償、あんたらの復讐こそ、彼女は法廷で嘘の証言をした。それは証拠もなく、確かに彼女もその時の証言が正しかった。でもあんたが敏郎君のためにしたように、どうやってあんたや桑名のやったこと、それにはまず痴漢、間宮結衣への痴漢について、先の法廷では十分あなたの無罪を主張するためにまた法廷をコケにできるよ何です。私は法廷で三越葉殺しを見て、それはや、行こう沙織さん、そうと決まったら、そう、八神さん、沢先生を殺したのは私や虎の尾を踏んだからといって、その理屈だと敏郎君を殺したのもあんたのこと、桑名のこと、全部俺ら彼女のためにできるのは、八神さん、源田先生にこれからの、ああ、なるほど。非公式にですけど復讐はこれで随分はっきり、ええ、なので早速痴漢、源田先生、痴漢と三越葉殺しは痴漢の無実を主張するには江原の三越葉、江原さんの殺人動画があります。警察はそいつを出所不明の、それは彼らが勝手にそう言ってる。実際には江原さんの痴漢を示す証拠の方が少なくとも間宮結衣たちの協力が、裁判所は控訴の先生は無理とは言わん、ただ感じない。なら控訴したと決定的な新証拠もなく、一し、はあ、それだとはっきり言って。何？沙織さん。ええ。残念。いいですか先生。江原や桑名はバカにされたとは思いませんか？
我々弁護士が法と向き合うとき、自身の保身を、それに私は第一審で江原の弁護する人間を信じもせずに法廷に立った自分を、江原はそのことを見透かしてきっと法の建前に縛られている私たちの姿を、それを私は見返してやらずにはいる。お前の意見は、全部沙織さんに従いましょう。それか。ええ。ただ、俺の同、三越芝殺しとアリバイ偽装の痴漢、やつを暗がりから引きずり出すには、人目の案だったら、江原の控訴審は。じゃあお前の目的は、江原じゃなく。江原の件を。そして、桑名を引っ張り出せれば、それを追う RK の相馬は、沙和先生が知りすぎて、つまり黒幕には。人を殺してまで守り、そいつを捕まない限り、俺らが彼女のためにできるのはもう、分かったよ。健太さん、どうやら俺はすっかり平和ボケしてたらしい。すみません。いや、そりゃこっちのセリフだ、沙織君。もう諸君を止める者は、はい。もしもし。八神氏。ああ、どうした。 RK が偉人帳で数を増やしつつ。そうなのか。それでどうも相馬や阿久津といったか。どうかな。俺が相馬ならもう。なるほど。まあこっちもちょうど一段落ついたとこなんだ。これから偉人帳。よし行こう。So far, and then we can. Let's see what's good. Since it's closer and closer. そうでしたか。うん、桑名さんじゃなくて北方先生か。でもそれだけじゃ。と言いますと、 RK がなんでしつこく桑名さん。そこに沢、もともと RK は偉人町に来る前、河合信也を探してた。ところが河合が殺されたらしいと分かると、なぜか急に探す相手を桑名に変えた。奴らの目的は何なんだ。考えて答えが出る問題じゃないのかもしれませんね。それこそ RK のメンバーから聞き出せないでしょうか。偉人帳で数を増やしているようですし。ただ末端の連中に聞いてもろくな情報持ってないからな、あいつら。阿久津か相馬がいれば別なんだろうけど。そうですな。ここでじっとしてても始まらないか。ちょっと街に出てみるよ。うちはフットワーク軽いのだけが取り柄なもんでさ。またまたご謙遜を。ええ、
八神氏にそう言われては僕らの立つ瀬がありませんぞ。So we can continue robotics club, boxing club, and the biker gang. But as this is not yet available. Okay, the biker gang is there. Let's do some progress on that story since.もしもし、白崎です。ああ、江原さんとの接見を思い返していたんですが、ちょっと引っかく、それでやっ引っかか桑名は江原さん以外のいじめ被害者に、そして江原さんは続けてこう言っていました。うん、桑名が最初に殺したいじめ加害者は自分、そのいじめを苦に楠本充君が飛び降りて今も昏睡状態にある。だったら桑名はその親にも復讐を持ちかけたんです。楠本充の親。ええ、それがもし過去に河合への復讐、今になってそのことを人に知られたく、そこで桑名の口を RK にはおそらく誰か、じゃあそれが事務次官ともなれば半グレを動かせるのでは。ああ、彼女のことは前につくも、やったな沙織さん。八神さんにそう言ってもらえて。ああ、今からここで楽しむつもりだよ、彼女が。あ、え、つくも、こないだ見せてくれ。Okay, let's see. She's the one behind it. ほら、こちらを見てくだされ、八神氏。まだ1年経っていません。今も評判はいいんだよな。少なくとも、彼女組織のしがらみにとらわれない省内改革。事務次官って官僚の一番偉い。そんな人がそういう事情だったら何か何かのつてで、ただ普通いくらヤバい組織でも、でもそこに黒幕がいて、例えばそれネット覗いてるだけじゃ何とも言えない。しかしそう簡単に、楠本満は今どこかで入院してるなら。なるほど。なんだよ、ネットに速報が。沢先生の殺、ニュースでもやってますね。私立高校の教員沢陽子さんが自宅マンションで殺害。神奈川県警は自称便利屋の北方優容疑者は、犯人はまた10年以上前から偽名を使用していたと見られ、警察は沢さんと何らかのトラブルが。八神氏、桑名さんが防犯カメラに映って。ああ、もっと言えば俺もなのに警察は桑名だけを指名手配して。県警の渡辺刑事。どうも、桑名が沢。ニュースは見たんだろ、桑名は現場近くの防犯映像に映ってたし、被害者とは旧知の中。俺は沢先生が現場には RK の足跡も。捜査本部はそう言ってる。俺、何があったんです。桑名だって重要参考人だろうが、お気楽の探偵は。だいぶイライラが溜まってるみたいじゃないですか。会って話せませんか、同僚に。鍋さん、お前に会ったとこで切られちゃう。八神氏、今電話、幸い賑やかだったもので、中華街のメインストリートですね。すぐに向かえば。なんて考えてるうちに
鍋さんはどっか行っちゃう。さすがフットワーク。Still a little bit of progress. ったく、時間食っちゃったよ。
らっしゃいませ。ありがとうございます。名前か。ナベさん、桜井だよ。そうでした。お前ここにいるのは鼻の利く仲間がいるんです。で、なんだと。沢先生の件で警察が RK を、な、警察が真っ当に機能しているか怪しいんだ。なんだと。桜井、俺はちょっと便所だ。先に署へ戻ってろ。え、お前も来るだろ、八神。ええ、ついてこい。くそ。えらくロマンチックなところまで連れてくるんですね。ああ、クソみてえな話をしなきゃなんねんだ。景色くらいは良くなきゃな。県警は沢先生。遊び半分で指名手配なんかしねえよ。札も出て。桑名一人だけに。その本名は北方優。ずっと偽名で俺の目から見ても。RK の相馬はどうです。あいつだって。周辺の防犯カメラ映ってなかった。いや、言い方が何です。三越葉殺しが起きて以来、警視庁とどっちが江原を取り調べるか手が。だが殺人動画が出てからはガタ。上にいる誰かは本気で何か事件の真相を隠そう。何の話です。まず沢先生が殺された現場周辺の RK の連中が映ってたであろう部分のデータが防犯映像消した。ああ、残ってたのは桑名がマンションを出ていく姿だけだ。お前が映ってた部分も消されてたよ。事件の前後、防犯映像に映ってた不審者は桑名一人だ。誰が防犯映像を消したんだ。誰ならそんな真似ができる。お前も手引け、八神。三越葉の件も沢先生の件も追うだけ無駄だ。おまけに多分こいつは最悪のケースだが、桑名はこの先事故に遭うぞ。何？見つかったが最後、うっかり何かの弾みで警官たちに殺される。暴れたところを取り押さえたら死んじゃいましたとかな。どうも警察の上にいる誰かは桑名に消えてもらいたいらしい。あんた本気で言ってんのか。桑名は何かでかい力にロックオンされてる。だが消されると予想がついても止めようがねえ。俺はもう他の事件を追うよ。
お前も組織の一員になりゃ分かる。自分の身内がどうしようもなく腐ってたら見ないふりするしかねえだろ。俺はさ、もっと分かりやすい悪党を捕まえて真っ当な刑事でいたいんだよ。ざけんな臭いもんに蓋をして身内以外の悪党にだけ正義面で説教垂れんのか。あんたそれでも刑事かよ。てめえ誰に向かって口聞いてんだこの野郎。まだ話は終わってねえだろう、鍋さん。防犯映像を消すことができんのは誰だ。うっかり桑名を殺させたいのは誰なんだ。そいつを知ってお前に何ができんだ、エボ探偵。手を引け、八神。お前のためにも言ってんだ。俺のためなら手を引くなと言ってほしいね。もううんざりなんだよバカ野郎が。この渡辺が。この渡辺が。
アイスピックを突きつけられて、俺が彼女を見つけた時なのに、警察は、そこの刑事は違う犯人だと分かってるの。なら俺が彼女に代わって声を上げでももし警察の中に沢先生の件を調べ始めると、すぐ県警の上から、それはお前が名指しした相馬の資料じゃおかしいよな。その北方、俺は知らん。公安、沢先生の件を。どうも連中のお目当てはカムロ町東条会ってヤクザが解散して、で公安としちゃそいつらの動向を把握する。どうせ悪党なんて。公安は RK を潰したくないってこと。もしたった一件の殺しで RK を、あくまで公安の立場で。もちろん公安によると沢先生を殺し、はあ、ないんだよ。それが前科も戸籍も、つまり相馬和樹って男は記録上存在し、代わりに公安は桑名の資料、そしてそいつが沢先生を殺した、そんな理屈が。要するに桑名は RK の身代わりだとなると、あとは桑、あんたはだ、ああ臭いもんは全部水にな。公安ってあいにくそこまで知らせてもらっちゃいない。はい、渡辺。ん？そうか、桑名が現れた。偉人、あいつがまだ裏は取れてないが、副特徴コミジュルって連中がいる。韓国語で蜘蛛の巣って意味だと。そこに桑名がいた俺から聞いたって。そんなに暇じゃないよ。だからあんたはあいつに会えたら言ってやれ。お前を、いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。
八神氏、つくもです。ああ、おお、さすがですな。マジか。包囲してから徐々に網を狭めて。そいつを手配してるのは公安らしい。で、事故？とにかく警察。わかりました。僕は周辺の状況を確認して。わかった。こちらつくもです。ああ、ええ、警察が道を塞いでる。ご安心を。侵入。ここは慎重に行こう。さすが。バリケードの手前。ああ、車の脇にかろうじて人が通れる隙間があります。窮屈かもしれませんが、八神氏の。了解。それについて。工事用のフェンスに囲まれたドアが1箇所設置されているので、そこ。お任せください。そういうことか。つくも、引き続きナビを頼む。あれ？下方先生、どこで。けえ声出すんじゃねえ。わざわざ黙って探せってか。で、し、杉浦。つくも君が言わなかった。僕、八神さん。じゃあ、ある。うん、ちょっと違う。さっきどういうことかよく分かんなかったんだ。いや、多分見間違い。なんで。桑名を事故に合わせるため。どういうこと。とにかく警察や RK より。わかんないっていうか、とりあえず RK じゃなくてその人たちに聞けば。 OK。 OK。 行こう。
八神さん。ああ。でもあれだけ探してるってこと。なるほど。他に行けるところもなさそうだし、あの階段を登ろうか。これ以上は登れなさ。八神さん、下からもある。このフロアで他のルートを探そう。お疲れ。おう、お前らコミジュルのもんだな。は？コミジュル？どうなってんだここは。全然人もいねえ。八神さん、捕まってもどうする？なあ。ああ、もう
ヤガムさん、この先が最上階みたいだね。こっちにも部屋があるよ。ちょっと。いい加減クワナさん、準備はいい？ああ、おい、どうなってんだよ。どこにもいねえじゃねえか。はあ、北方どころか。おい、どうするよ。どうする、ヤガミさん。アルケがクワナを見つけてどうする気なのか確かめとこう。それって相手はチンピラ4人だ。まあね。よし。いや、はあ、ちょ、お前らがコミジュール、ね、これは。ああ、どうした。あれ、ちょっとヤガミさん、急の、そういう探偵。いいから、オッケー、うっす、行くよ。どっからでも来な。おい、お前らクワナを探しに。ただ捕まえてこい。殺す気だったんじゃないの。知らねえ。捕まえろって。阿久津さんだ。あ、仮面つけてる人。僕もそう思い。クワナならここにはいない。え、ガセネタだったんだよ。あんたらはここの人。便利屋は普段うちが雇う側だったんだがね。ん、彼は自分の目撃情報を流して、すると驚きの結果が出たわけだ。非常によく連携してクワナ。じゃあクワナは今の状況を近くで見てる。その先を話す。俺、ごめんね。クワナは偉人町に戻ってきてる。今どこに。ハンピン・リューマンの鉄装にかくまわれてる。クワナは俺らに会うと言って。ついてこい。意外といい人たちなんだね。ただしもう二度とここには来るな。勘違いだったみたい。
八神さん、ハンピン・リューマンのとこまで行けば案内してもらえると思う。あそこには俺、とにかく行こう。また食わ。よし、行こう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。時間食っちゃったよ。やだ、ことおっと。いらっしゃいませ。いただき、ごちそうさま。八神の兄貴で、いらしていただけますか。ああ、でしたらこちらへ。 Let's see what's gonna happen。 Oh yeah, we've been here before when fighting。 Worst case, we have to fight again。 よー、兄弟、歓迎するぜ。鉄装の兄貴って呼べばいいんだっけ。まあ座れよ。そっちのあんちゃんもお邪魔します。あんたのことはなんて呼んだらいいんだ。桑名か、それとも北方先生。北方は社会的に抹殺された名前だよ。偉人町じゃ愉快な便利屋桑名さんで通ってる。警察じゃ殺人犯の北方だ。沢先生を殺害して逃走中。
少なくとも県警の刑事たちは上からそう吹き込まれてる。あんたの何がそうさせるんだろうな。落ち着け。あんたらは最初から桑名に雇われてたのか。だとしたら随分。言わなかったか、ハンピン龍馬鉄装は雇い主が俺だって知らずにいたんだよ。そういうわけだ。本当に隠し事なし。こちらはいじめ加害者を殺し回ってる元。それ以上の秘密がねえなら。ずるいな。おかげでこっちもなりふり構ってらん。大事な教え子たちもお前に首根っこ押さえられて。もうそれって黒川学園の卒業生。いいぞ杉浦君、その通りだ。俺たちに秘密。じゃあひとまず一服させてもらうよ。お前らさっきはコミジュルにいたんだろ。でそこ。ああ。お手上げだ。そいつは RK と警察の心当たりぐらいはあるんだ。便利屋風情の推理じゃ当てずっぽうにしかならんのだよ名探偵。まだはっきりした確証はないけど。ええー。公安筋の情報によると沢先生、沢先生ん自主。そうやってバックに公安待た。公安は多分厚生労働局はな。あんたは河合氏。河合は楠本玲子の息子。ただ河合を始末する前、江原が言ってたよ。楠本玲子にもそうしたら彼女は今や厚生労働省の事務次官だ。それが復讐殺人を。この先あんたが警察に。だから俺の口を塞ぎたいってことか。ああ。ただし公安も。それなら公安が。なるほど。おかしいかな。残念だけど。ん？確かに5年前俺は楠本さんに。そしてお前の言う。 その時から楠本さんは俺が間宮君たちを動かしていることを知っているんだ。だからもしも楠本さんが俺の。だが実際にはつまり公安に。なるほど。ねえちょっと話それるけど5年前に河合し。その場にいたよ俺と一緒に。え？河合信也を実際にその手で殺したのは。ゆっくり時間をかけ江原明宏と同じように。彼女が。浴びた血の匂いが取れないんだと。そのことを知っているのは俺だけだ。5年前のあの日俺は間宮君たちに楠本さんが河合を殺した時。なんかもう。だがそれでも楠本さんは事務次官ってのは公安を顎で使える。だったらお前の仮説は RK が公安の下請けってのは確かに。連中が俺をしつこく追ってくる理由は俺が。どっちにしても黒幕はあんたを使う。それが楠本玲子。敵？ああ、例えば厚労省の中の敵、それか政治的に彼女を目障りに思ってる敵。そういう奴らにとって楠本玲子の弱みは。いや脅して。もしかしたらこう引きずり下ろすだけなら正々堂々。なるほどな。今の楠本さんおまけに世論の後押し。その分敵も多い。なんかの記事で読んだけど、だアホの大臣が威張って変な指示出しても遠慮なく反応する楠本さんに言いまかされて。逆。じゃあ大臣が楠本。大臣は例えばの話だよ。おい、しか黒幕はもしかしたらで、いじめ加害者に復讐をしたらしいって。江原楠本玲子も江原とおんすると、その加害者河合もどうやら5年前から失踪していたと分かった。しかもいじめ加害者が殺されたって事件はそれだけじゃない。あんたは全国各地でいじめ加害者を粛清してたんだろ。河合を入れて7人。7人？マジかよ。それを知った黒幕はやがて確信を持つ。楠本玲子も復讐を果たした被害者たちの一人だったと。ああ、そして江原の事件と
楠本玲子の事件には共通する関係者がいるとわかる。それが沢先生だ。俺もそこで2つの事件に関連があると気づいた。 RK はだから彼女のところに現れたんだよ。そしてあんたの名前を聞き出した。沢先生はあんたが三越場殺しに関わってるかもしれないと疑ってたんだろ。あんたはきっと良かれと思っていじめ加害者を何人も殺し回ってた。被害者の無念を晴らすため、そして正義のためってところか。でもそれが沢先生を巻き込んだ。そんなつもりはさらさらなかった。いや、ただの結果論だなんて言わせねえ。遅かれ早かれあんたは自分が破滅すると分かってた。マミやユイや他の教え子たちも道連れにだ。そしてその時周りで何が起きてようがケツを拭く気は最初からない。もう捨て身だからだ。いじめをするようなクズを何人も地獄に引きずり込めればあとは何も知らねえってわけだ。沢先生の死に顔をあんたは見てないな。怖い思いをしてたのがよくわかる顔だった。あんたや江原、楠本玲子、人を殺して罪を逃れた奴らのツケをなんで彼女が払わなきゃならねえんだ。あんた、あの世で彼女に合わせる顔があんのか。ないな。永遠に頭を下げ続けるしかない。ならどうしたらいい。警察に自首でもしろってか。出ないと彼女がなんで死ななきゃならなかったのか誰にも分からずじまいになる。何も悪くなかった彼女の死を誰もが腫れ物扱いする。今の警察みたいに。できない相談だ。この状況で俺が大っぴらに自首すれば公安に消されるのが関の山だろう。それに楠本玲子の立場が危うくなる。俺は彼女を売る気はない。彼女がやった復讐は完全に正当だし許されなきゃならない。なんだと。彼女は自分の一人息子を恥ずかしめて自殺に追い込んだクズを始末した。法が甘いと泣き寝入りせずに裁くべきを自分の手で裁いただけだ。彼女を罰する資格なんて誰にもない。そんなことは絶対に俺が許さない。おい、そこの茶髪、もう話し合いだけじゃ終わんねえみたいだ。だね。俺のことも殺すのか。自分の正義を邪魔するもんはもう誰だろうが殺すしかないんだよな。俺は殺しをしてきたんじゃない、罰してきたんだ。何も分かっちゃいねえやつが口を挟むな。俺たちの邪魔すんじゃねえ。どっからでも来な。That's the first go. Blue, purple, yellow. That all she's looking for. Sing.Yeah. Okay.
see the monster that involves what to do when you're on the ground and you can attack. Like really the combos. The combos.何分経ったっけ？結構経つな。止める？いや、気の済むまでやらせとけ。これもそれなりのコミュニケーションじゃねえのか？なるほど。とはいえここまでか。さすがにね。もう十分じゃねえのか。とりあえず終了です。何言ってんだ、止めんじゃねえ。いい加減にしなよ。ああ、こないだ覚えた必殺技まだ食らわしてねえんだけどな。俺もこっから切り札出してぶっ倒すとこだったのによ。しっちゃかめっちゃかしてくれやがって。これ作ってくれてんのはうちの上の人なんだよ。大丈夫、おいしいおいしい。はっ、うまい。楠本玲子は？ああ、その公安の指図で警察の一部も RK も、ただしそれは本当に公安が警察の捜査に RK が野放しなのにあんただけ手当ただ。その相手が公安っての。公安っつったら日本最強の情報機関だ。俺もそう思う、ね、そうだ。よし、今あんたら二人がいがみ合ってて得すんな公安だよ。
あんたらがで気づいた時には見つかって、だがもしあんお互いに見えないところをカバーし合って、あるその奥にいる黒幕を暴くことなるほどね。敵同士が手を組むにはもっと。わかった。組むのは今だけだ。公安の方が。オッケー。じゃ何か。いや、まずは本当に敵が公安か。腹を向こうはまだ。俺らそこに何か奴らを出し抜く手があるかな。本当に公安が楠本さんの弱みを握ろうとしてるなら、かの盗聴監視は奴らのお家芸だからな。そうだ。どうやって？彼女に直今ここで。そしたら敵は逆探知で。だが日本でそんなことできるとしたら公安くらいのもんだ。じゃあお前が楠本絶対ここでやんじゃ。いや、その手は使えるよ。は？八神さん。勝手に兄弟なんて作っちゃってよかったの、うん、おだろうまいか あ、そりゃいい。クワナ、あんたが5年前河合を殺した番が番号は知ってるんだ。昔と変わってない。俺にも教えてくれ。ちょっと相手が本当に公安なのか、あんたからの電話が逆探知されて誰かが襲う。だからこっちの位置情報はごまかしながら楠本玲子に電話する。どうやって？俺が足のつかないスマホを2台持ってあんたの声だけを中、なるべく人気のないところがいい。送り込まれてくる連中を、俺は分かった。まずは敵を知るところからだ。じゃあ一時休戦でいいか？あんたがここにいる間だけな。やっぱち乾杯。八神さん、つくもくんがもう電話。2台だよな。ちゃんとそう伝えてよ。さすが99。 Okay, let's go back.行くの？いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうご。いい加減にしろよ。よし、行こう。おお、お二人。飛ばしのスマホは準備。僕、まだちょっとやろうとして。まずこっちの一台のスマホで桑名に電話をか。で、その二つ。直接電話は繋がってないけど。音声は中継。もし公安が楠本玲子の電話相手が桑名だとし、こっちは危険を冒さずに、うん、
もちろん今この場所でやるわけじゃありませんよね。ああ、クワナ、どこか人気のないところでやるよ。それでいてちゃんと会い、うん、それもうこんな夜遅くに人はいません。場所は清涼高校に行く手前です。かよし、二人は。では僕はドローンクワナさんを捕まえに来る連Okay, let's go. Let's go to the school. Ah, there. We've been there before. We're just gonna use the cap because if you gonna skateboard, we're gonna need.Probably a lot of enemies, like a lot. This blue. これか。こちらつくもです、八神氏。そちらの姿を確認しました。ああ、俺もこっから近づいてくる奴らを確認できそうだ。今から飛ば了解です。クワナだ。準備いいか。これから楠本玲子にあの人と話すのは。ああ、分かってる。はい、もしもし。北方です。黒川学園の。え、驚かせて申し訳ありません。でもどうしてもお話をさせていただきたい状況なので。それとこの電話は誰かに聞かれているものと思ってください。そうですか、わかりました。13年ぶりになりますか、楠本さん。そうですね。北方先生、ご活躍はいろんな記事で、事務次官におなりとは。たまたまそういう巡り合わせだっただけです。そんなことはありません。楠本さんは世に出るべくして出た方です。私はあなたほど真面目でまっすぐで強い人に会ったことはありません。あの、満君はまだ眠ったままです。ずっと変わりなく。そうですか。なんて言ったらいいか。何のご用ですか。もしかしたらニュースでご存知かもしれませんが、私は今警察に追われています。沢陽子さんを殺害したという容疑で。ええ、もちろん私がやったんじゃありません。沢君のことは覚えてらっしゃいますか。あのクラスで一番最後までミツルのお見舞いに来てくれてました。それももう10年くらい前ですね。教師になった時は報告の手紙をくれました。でも私は返事を出さなかったので、それっきり。そうでしたか。それでご用は。私に何か頼み事でもあるんですか。そういうことでしたら困ります。いえ、ただ近いうちに私のことで誰かがそちらにお邪魔することがあるかもしれません。それをお知らせしたかったんです。ですが楠本さんには決してご迷惑をかけないとお約束します。すべて私の方で何とかします。
あなたのことで今さら私に何か迷惑がかかりますか？そうですね、大丈夫かと思います。そろそろ目的地だ。ヘッドライト消せ。車が2台来る。当たりみたいだな。楠本玲子の電話は盗聴されてる。で、その相手を逆探知までできる組織となると、やっぱり桑名を追ってんのは公安だ。車で向かってきてるのが公安ですか？いや、それだといくらなんでも着くのが早すぎる。多分公安が手駒にしてる所轄警官か RK ってとこだな。最後に声が聞けてよかったです。私から連絡を差し上げることは二度とありません。わかりました。では見ろよ、ドローンだ。スマホぶら下げてんぞ。撃てよ、撃ちまえ。いいのか？大丈夫だ、いいから早く。おい、全然当たんねえじゃねえか。ダメだ、小さすぎるって。あ、くそ。俺ら、あのドローンを追わされてたのか。クアナってやつはどこにいんだよ。知らねえって。こんな急に連絡されて急いで捕まえろって言われてもよ、できるわけねえ。特殊部隊じゃねえんだぞ。まあな。でも初めて銃撃てたろ。試し撃ちはやったことあんだ。朝チビどもがうるせえ公園でさ。足元に一発で全員黙らせてやったぜ。もういいよ、引き上げだ。6人のチンピラに銃は1丁か。なんだてめえは。お前らぐらいだったら桑名だけでも返り討ちにできたかもな。まあそっちもとにかく急いで駆けつけてきたみたいだしね。うわ、何すんだこの野郎。誰の指示でここに来た？せっかくだから全部話してけよ。みんな RK の下っ端かな。クアナを知ってるみてえだな。これなら手ぶらで帰らずに済みそうじゃねえか。よっしゃ、絶対逃がすなよお前ら。ぶちかませ。どうなっても知らないよ。どっからでも来な。本気で行くぞ。誰の命令でここに来た？それは RK。 そんな上じゃねえよ。そいつは桑名を捕まえとけって言われただけだよ。殺すわけねえだろ。お前らさ、
自分たちが公安の周りのお仲間にも言っときな。お前ら程度じゃ何も知らされ、いつか取り返しのつかない。はい、失礼します。楠本玲子さんでいらっしゃいますね。あの、こんな時間に何です？だいたいどうやってここに？部外者が来ていいところじゃありませんよ。まあまあ、私は警察庁警備局公安課で調整官を仰せつかっております、坂東と申します。公安の？でも調整官なんて聞いたことありませんが。表向きの肩書きも別にありますよ。ただ私がここに来たことはあまり大っぴらにしたくないものですから、お互いのために。誰も来ません。根回しは済んでます。何なんです？楠本さんに急ぎお伺いしたいことがあります。ある男が失踪した件について。え？5年前にカムロ町から姿を消したんですがね、ご存知のはずですよ。ミツル君の元同級生で河合信也です。この男の消息をあなたならご存知じゃないかと思いましてね。That was chapter 10, Catch a Tiger. So thank you all for watching. Wish you all well and see you in the next video.